はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファーフォトグラファーのドゥです。本日は、皆様にお礼を伝えたいという動画になっております。何のお礼かというと、チャンネル登録者数が1000人になったっていうお礼ですね。皆様のご支援のおかげでチャンネル登録者数が1000人突破しました。本当にありがとうございます。で、このチャンネル始めてね、おそらく2年ぐらい経つかなと思うんですけれども、正直なところを言うと、まあ、1年ぐらいで、1000人は突破できるんじゃないかなっていうふうにちょっと甘く考えてました。更新頻度がねそんなに高くないので、まあ、2年かかっちゃいましたね。はい。で、私の、職業のメインとしては今ダンスインストラクター、このダンススタジオの経営っていうのがメインであって、その活動をしている中で、ダンスの、ね、舞台の撮影をさせていただくことがあって、そこからカメラマンとしての、ね、仕事がスタートして、で今は、まあ、ダンスインストラクターとカメラマンの二足のわらじっていう感じでやっております。なので、まあ、ダンススタジオが、ね、忙しいとどうしても、ね、ちょっと YouTube の方は更新頻度下がっちゃうんです。言い訳なんですけど、で、まあ、今回もちょっとこの動画上げるまでに1ヶ月ぐらい空いたかな、前の動画からと思うんですけども、それもねちょっとダンススタジオの方でダンスの発表会があって、これがもうこのうちのスタジオの1年の集大成の発表なので、ここにちょっと集中してたっていうのがあって、更新が止まっておりました。すいませんでした。で、まあ、その更新止まってた間にね、1個重大なことがありまして、私のチャンネル今まで見てくれた方だと分かると思うんですけども、私は仕事はメインは富士のカメラで撮ってたんですけども、その仕事のメインを、富士からねソニーに戻しました。もともとソニーのカメラを使ってて α7-3 を使ってたんですけども、まあ、そこから紆余曲折あって、富士のカメラをメインカメラに置いてたんですけども、そこからまたね、ソニーに戻りました。でこれに関してはちょっとまたね話すと長くなるので別で動画を撮りたいなと思っておりますので、その私が、仕事のメインカメラを富士からソニーに、戻しました、変えましたっていう理由ねは別の動画でお話ししたいと思いますが、まあそういう感じで、こういうね変化もあった、この1ヶ月でございました。なので、まあ、これからはね、富士のことも今撮ってるのは XH2S ですね、この動画撮ってるのが XH2S 富士のカメラと、こういうねソニーのカメラの、両方の発信をまたしていきたいなと。まあもともとこの2つの発信をしてるチャンネルではあったんですけども、最近はちょっと富士が強かったので、またねソニーのカメラの話っていうのもどんどんしていきたいなと思っております。はい。なので、まあ、楽しみにしていただければなと思います。で今後もね、今1000人突破しましたけど、また2000人3000人という形で登録者数も増えていけるようにしたいなと思ってます。でチャンネル登録者数をね増やすっていうのが目標ではなくて、一番の目標としては皆様にねより良い情報を提供できたらいいなと思ってやっております。で私がカメラマン始めて勉強したのって YouTube なんですよね。メインは全部 YouTube で勉強させていただいて、カメラマンってして今活動ができているので、自分が勉強して学んだことで、そこから経験して、学んだことっていうのを YouTube でねまた発信していって、皆様に伝えられたらいいなと思ってやっております。でそういう中でやっぱり機材買ったりとかもねなかなかお金かかりますし、登録者数が増えてね、収益化してくればまたそれにお金かけれるのも増えるし、企業さんから機材提供とかいただけることも増えると思うので、そうすることで、まあ、より良い情報をね提供できるようになってくるのかなと思いますので、まああくまで目標としては。皆様により良い情報を伝えると、でそのための手段として登録者数を増やすっていう感じで、やっております。なので、これからもねより良い情報が皆様に提供できるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画は以上になります。この動画が良かったよ、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。